こんにちは、おじこです。お久しぶりです。1ヶ月ほど前に少し動画投稿をお休みしますというお知らせの動画を上げまして、そちらの方に温かいコメントをたくさんくださって本当にありがとうございます。おかげさまでがっつりじっくり休むことができまして、だいぶエネルギーが充填できたので、またこれから少しずつ動画投稿を再開しようかなと思っております。それから私がお休みをいただいている間に、私のチャンネルを登録して見てくださっている方が5万人を超えたということで、本当にありがとうございます。私が普通に生きていたら5万人以上の方と関わることっていうのはきっとなかったと思うので、本当にありがたい特別なことだと思っております。どこかの動画でも同じような例えを言っていたと思うんですが、5万人規模のライブ会場のステージに一人で立っているわけではなくて、私の動画を見てくださっている今この瞬間は私とあなたの1対1の時間なわけですので、1対1で動画をお届けしているという気持ちは今後も変わらないことなので、丁寧にビビらずに動画を作っていきたいと思っております。今後もどうぞよろしくお願いします。今回はこういったご挨拶の動画なんですけれども、まあその近況報告といいますか、この休んでいる間にめちゃくちゃ肌が荒れました。本当に見たこともないくらい荒れてしまって、もともと鼻周り口周りは爆弾みたいなニキビができやすいタイプだったんですが、マスクによって摩擦だったりバリア機能が下がったりで、もともとできやすかったものが爆発的に増えてしまったという感じですね。一応一番ひどかった頃よりは多少マシにはなっているんですが、メイク動画とかでちょっと痛々しいものをお見せするかもしれませんが、ご理解いただければと思います。ということで今回はそろそろ動画投稿を再開しますというご挨拶の動画でした。待っててくださった皆様、重ね重ね本当にありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。おじこでした。じゃあねー。